配信スマホで見てんだよね。サビンが横で PC いじってるから、俺携帯見ながらなんですよ。パーカー熱い。確かに熱いな。抜こう。ありがとう。気づかなかった。合宿の話？いや、でもね、なんだろう。なんかすごいいろいろ発見っつうか、勉強になったな。その大学生、今時の大学生って言ってもまあゲーム好きなんだろうけど、がどういう感じでゲームやってんのかっていうのが分かって、すごい楽しかったっていうか新鮮だったね。何か得たもの、俺が合宿で得たもの、なんだろう。あったね、あったけど、なんて言えばいいだろうな。合宿で得たもの、頭回んねえや。難しい話やめてくれ、そういう。もうその元気な時ならいいけど。得たもの、まあ、だけどなんだろうね、この今頭が回らない状態で答えるとすれば、何を求めてるのかっていうのがなんか分かってる気がするね。言ってる意味わかる？学生たちが何を求めてるのかっていうのが、その実際に触れ合うことでなんか分かってる気がした。かなり頭回んないですよ。だってずっと飛行機だったし、腹減ったなっていうか、そうなんですよ。わかるな、わからんような、うん。キューパーの影響あんのかな。まあ2本飲んだね。好きな武器、好きな武器。I'm hungry。お通じた通じた。Thank you. 来ましたよ。Yeah, alright guys. I'm hungry. で来ました。We got Daigo food. I'm hungry. 来た来た。これなんだ。これなんだろう。なんですかこれは。Philly cheese steak. Cheese steak. Yeah, cheese steak. いやうまそうだね。I'm hungry って言ったら来るんだね。ちょっと待って、じゃあ一口いただきますからね。うん、うまい。うん。ジョーのおすすめだこれ。うまいな。うん。うまい。Social eating, guys. The other stream is too awkward. 何の話だっけ？ん？何の話？うまいよこれ。好きな武器、あ、好きな武器ね。あのね、弓。ここで剣とかいうやつはガキですわ。弓だね。弓ですね。弓。弓だけど、うん。なんかさ、あのさ、海外ドラマでさ、あ、なんだっけ、弓主人公のヒーローいるよね。アローだっけ、あれちょっと見たいんだよな。多分ね、そう、なんでって言われたら、
やっぱセイントセイヤの影響なのかな。すんげ、あのね、弓の勢いってすごいんだろうなと思って。ロビンフットじゃないね、弓道やったことないね、見たことも触ったこともないね、やることもないし。セイントセイヤのね、なんかね、あれなんだっけ、アテナの兄貴みたいなのが映画版で出てきて、でサジタリウスのクロスまとって打って ラストですよ、もうラストのラストで、いつもみたいにヒュンって言ったら何にも効かない相手だったんだけど、あ、なんかその金の弓が腹のあたりで一瞬止まって跳ね返されそうになるんだけど、それが結局こうなんかこうブーン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 ってなった挙句、弓がかって相手の腹貫くっていうシーンがすごい印象的で、剣だとそれないじゃん。で弓ってかっこいいなと思って、あとなんか近くで使えないっていうのがなんかいいなと思って、なんかお膳立てが必要じゃん。なんかそういう漫画あったらいいな。弓、もう本人超弱いんだけど足とかも遅くて、ただもうすっげえ弓持ってて、周りが守ってくんないと打てない、弓打てないみたいな、なんかそういう漫画みたいなもうあるんだろうな。うまいのかこれ。ケチャップつけるのかな。ライフル、スナイパー、ダメダメ。ケチャップつけんのこれ。つけないか。ケチャップつけてみます。ブーメランはね、はっきり言っていいですか、あのブーメランっていう武器は、あれは、捏造つうか都市伝説っていうかガセですね。ないです、嘘です、妄想ですね。使ってる人はこの世にまだいないです。いないですね、歴史上、人類の。ブーメランってないですこの世に。あれは絶対武器にならないですね。ブーメランの達人に絶対素手で勝てるでしょ、嘘だから。ないね。でも三節棍とかも怪しいもんね、もうね、もはや。うまいよ、狩りに使ってた。いや嘘だねそれは。男塾、いやあれブーメランだっけ、使ってるやついたね、いたね、誰だっけな、やべ忘れちゃった。ドンキ、そうドンキでしょ、ただのドンキ。ドンキとしてのさあ、だそうだよ、だからブーメランを持ってその襲ってきたやつがいたら、もっとビール瓶とかで対抗できちゃうよ、ドンキだから向こう所詮。うん、むしろ、あエイケイね、あ鎖かもね。決闘して、決闘して、ね、決闘して、それ、
そうだろう、なんだろうな、アメコミのヒーローぐらいさ、もう体ムキムキだったら強えんじゃない、ブーメランでも。あのキャプテンアメリカが盾じゃなくてさ、ブーメラン持ってたら俺それ絶対強いと思うよ。ダイゴワースの飛行機の映画で結構今アベンジャーズとか全部見たのよ。 X メンもシビルウォーもさ全部見たけど、キャプテンアメリカがブーメランを素手で持って投げないよ、普通に叩く、ブーメラン叩いてきたら強えわ、絶対殺される。あの盾っていう発想が面白いよな。うん、キャプテンアメリカのあの人すごいね、体ね。 CG かと思ったわ、あのウルバリンの人とか。てか CG なのかな、もしかして。マーブルっていうか、なんか最新作結構面白かったな。 X メンのやつなんだっけ、このウルバリン過去行くやつ、俺面白かったよ。ユミの紐で首絞める。それひどい使い方だな、ユミの。いやでも接近されたら確かに弓ってめちゃくちゃ弱いよね。あれ殴ったら折れちゃいそうだしな。どうすんだろうね、俺弓使いだったらどうしよう。キャプテンアメリカがブーメラン持って殴りかかってきたら、俺が弓兵だったとしてどうする。飛行機以外で映画、なんかこの間あれ見たね、あのあなんだっけ、ルドルフといっぱいあってな。いや、降参してもダメだ、あの人絶対殴ってくるもん。あの目に映るもん全部殴ってるもん、キャプテンアメリカ見たけど、その人のなんか家族とか何も考えずに殴ってたよ。長めの棒長めの棒ね。うん、あの弓兵ってでもどんなに強い弓兵でもさ、見てるとさパン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 刺さってさ強えと思うんだけど、どっかで心のどっかでさ、みんな見ながらさ、残り本数大丈夫っていうのあるよね。残り本数それいけるっていう。で体チェックするんだけど、多分これストックないよなっていう、その背中に刺してるその袋だけだよなっていう。でなんか味方がピンチなのにちょっと矢けちり始めたりとかするんじゃないかなこいつっていうのあるよね。あるよな、ラスト1本になった時とかもかなり素手とかで殴りっていくんじゃねえか。アベンジャーズの弓兵いたね。でもあの人ね違うんだよね、あの人ちょっとさ運動神経良すぎじゃん。うん、じゃなくてなんかもっとなんだろう、もうあいつに狙われたらもう絶対死亡するっていうぐらいの強力な弓を持つやつが欲しいね、味方に。あのこの間なんかあのバットマン対スーパーマンのラストにすんげえ強いのが出てきて、スーパーマンより強いんだガチで。でああいうやつをなんかこう遠くから貫いてくれるようなやつ欲しいな、味方に。何配信ですか。いやあれだよ、遠征配信だよ、海外遠征配信。アメコミ映画好きっつうかね、ど安定です。うん、安定だよ。でもこの年になるとね、結構ね見るもん変わってくるね。若い頃の方が逆にドラマとかすげえ見てて、ドラマ映画のなんつうのヒューマンドラマっつうの見まくってて、逆に今なんかなんだろう、アクションとか意外かもしんないけど、ラブロマンスとか見るようになっちゃったね。逆に
今回一人だね。シンゴジラまだ見るよ。飯がうまい。これマジでうめえな。本当にうまいこれ。父さんのおすすめはね、虎次郎夕焼け小焼けってやつ。はい、なんかねここはね飯がうまいらしいよ。長崎じゃねえよ。三丁目 F みたい。今何時？13時間時差だ。そっち1時間足して夜にして、夜とか朝にして。あ違う、1時間引くのか。今こっち10時半、夜10時半。好きな防具。あ、防具はこだわってなかったな。ただそのなんつうの、クローズアップされるのがさ、盾とかさ鎧とかじゃんでしょ。盾とか鎧ばっかクローズアップされて、もっとクローズアップした方がいい防具あるんじゃないかなっていうのあるよね。スネ当て、スネ当て、魔法のスネ当て、幸せのスネ当て。そのスネ当てを手にしたものが世界を支配するみたいなスネ当て。スネ当てはな、大事だと思うけどね。足切れたら動けないし。カタバット。ここから何があんの？防具って。なんだこれ。なんか。カブトな。まあだけど防具ってやっぱりどうなんだろうな、話進まねえからな防具だとな。なんかでもさ、ジャンプでさ、なんか鎧の漫画やってなかった？あのルローニケンシンかなんかの人がさ、鎧の漫画やってたよね。見てないんだけど、やってなかったっけ？Oh hey guys, by the way, that's one of the Mancherino stretch goals with the Ryu statue. That's why I put it there, just so you guys know. Hmm. 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 Hmm.
武装錬金よ。でもさ、武装錬金さ、いや武装錬金もそうなんだけど、人形に、いやまあ竜の人形、あれこれ、これってさ、なんだろうね、ファイブだね。ファイブの人形、出来すげえいいよ。見る？見えねえか。すげえリアル。リュウって身長いくつだっけ？175ぐらい？ちょっと85ぐらいありそうな体型だけどね、これ。まあいいや。By the way, guys, the Maturino is at $3,063 of $5,000 right now. Just so you guys know. What was the question? Ah, 武装錬金か。武装錬金。あ、そっか、レッドブルあんのかな。レッドブルね、この会場あるんだけどね、今もうなんかやってないんだ、店が。すいません、明日食べます、明日飲みます。いや武装錬金もそうなんだけど、そのなんつうのかな、例えばスポーツとかさ、題材勝負みたいな漫画って結構あるじゃん。例えばスポ、なんだろうな、ちょっと前にジャンプで相撲だか柔道の村があるみたいな、そんな漫画ですよ。だそれも設定、もう設定で頑張ろうみたいなさ、ああいうのってもうでも難しいよな、設定だけでなんとかするって。プラスアルファなんかねえと、ジャンプね最近もう見てないんだ。なんか立ち読みしてたらなんかやってたなと思った。柔道か、柔道ね、お手拭くもんねえや。5で勝負した光の5、うん、そうだね、確かにそれでいて面白いからね。漫画梅原、まあ設定はだって新しいじゃん、まね、格闘ゲームが設定なんだから。ポテト太る、じゃあやめとくか。ポテトはじゃあやめます。最近のおすすめ漫画、すげえ難しいなその質問。最近のって最近知ったってことだよね。結構読んでんだよな。でもなんだろう、難しいな、これマジすげえっていうのは選ぶの難しいな。 Z Z はね、別におすすめしてるわけじゃないよ。ただまあああいう漫画を
その、ね、頭から否定するのは幅が広がらないんじゃないかなっていう、読む自分の読む漫画のね。ワンパンマン、アトネガワ、アトネガワも読んでるよ。イタゼット監修のラノベ、まだで、まだ読めてないですね。好きなギャグ漫画、もうイナチューでしょ。さすがにイナチューでしょ。古いけど。しぐるいね、うん、しぐるいも面白いけどね。声、あ、だけどね、これ多分小さいんじゃない？これでどう？これでどう？声どう？どうすか？いける？いけます？よくなった。よし、じゃあ近い。寄生獣読んでる読んでる。もうその辺のなんかもう有名どころ多分全部読んでるよ。この間のね、持ってった漫画はね、まあうち5冊は小説ですよ。あのね、まだ読んでないんだけど、アルスラン戦記だっけ、なんか評判つうか結構有名だから買ってみた。ハンターハンター読んでるよ。何時まで配信決めてないで、残りはみんなさんが読んでる。残りはね、おすすめ麻雀漫画、キングダム読んだ。おすすめ漫画はね、あ、おすすめ漫画じゃねえや、なんだっけ、あれ、おすすめ、あれ、なんだっけ、今おすすめの、あれ、忘れちゃったよ、なんだっけ、おすすめのなんだっけ今。あ、おすすめの麻雀漫画か。あ、麻雀構造読んでるよ。ね、いやー、根こそぎフランケンかな。あのね、根こそぎフランケン話すと長いんだけどね、話すと長いんだけど、根こそぎフランケン、フランケンでフランケンが好きよ。あ、でも、あ、タケちゃんいいね。うん、あのね、結局そのなんだろう、麻雀ってやっぱりその最後は結局巡りじゃないですか。いい牌が来るかどうかで勝ち負け決まるっていう漫画だから、その主人公がもうそのなんだろう、強いっていうのってちょっとやっぱりそのなんていうのかな、難しいと思うんだよね。うん、でもあんだけその運っていうか、そのまあ完全にだから SF の SF っていうかね、あ、 SF じゃないけどファンタジーなんだけど、うん、俺は結構面白いなと思って。あとね、なんだっけな、あれ結構好きだったな俺。あの、ミリオンシャンテン定めだとか。